これが渋谷春子、神奈川健一の具体的なファーストミートである。先生、僕学校辞めます。神奈川健一、ロマンチックで浅はかで、僕に学校は必要ないな。部活な運命の恋。17歳で後戻りできないことをしてしまった気がする。もう一回あの人に会いたくなった。好きな女の子さえいれば世界がどうなろうと知ったこっちゃない。あの出会いは世界の歴史とか地球の危機一髪を救うような、きっとそれを運命って呼ぶんだって。好きじゃなくても男の子とキスしたかった。春子は健一が好き、健一は誰かさんが好き。気に入って一回いくら。好きな人はただその誰かさんは、めんどくさいね。私の世界は全部存在しないの、全部嘘なの。全部気のせいだとしたらどうしたらいいの。恋する僕らの小さな女装の物語。あなたがどんな人か全然知らないのに勝手に恋に落ちてどんどん思い込んで、どうしたらいいか分かんなくなっちゃう。ジオラマボーイ、パノラマガール、話出てる。